えー、模擬直子ですディアボロスはそうですねあのこの交通事故が、えー、あったその年からなんとなくこう見ていてあの私の展開によく似てるなと思って見てました。その何て言うかなあの最後のどんでん返しっていうのは本来は私はその法廷の外外というかあの観覧席でこうやってこうやって見てるはずの予定だったんですが私があの法廷に立って。 相手方のことを追求するという立場になっています。つまり私がキアノだったんですね、えー。出てきませんでした。キアノ・リーブスは。あの、えー、アルパチーノの役の、えー、小室圭は出てきました。えー、作業をやってる連中ですね。KDDI プリシードの連中です。権力、お金、そしてステータス。それに寝転んだ連中です。そして、あろうことか、この、 比較三原国のこの国に、えー、ドローン、えー。ウクライナで使われた、戦闘に使われたドローンです。イラン製です。ブリトニー・スピアーズの彼氏がイラン人ですよね。<laughs> まあ、奇遇です、えー。ブリトニース、まあ・スピアーズの谷町が、要するに私の警察費だったということです。トーマス・ジェームス・ホワイトの犯罪。あの、小太りのチビが踊ってますよね、パピで。あの、私が真ん中なんですよ。 で、その時に、うん、あのやっぱり、あのほら、あの <laughs> 交通事故なんですよ、あれ、パピってね。えー、それで、真ん中のセンターで踊ってたのは私なんですが、後ろで一生懸命踊ってる <laughs>、それがトーマス・ジェームス・ホワイトだったんです。まあ、コースといえばコースなんでしょう。でも、えー、まあ私はもう今年で60です。あの、えー、キアノ・リーブスが最後に出てくるのかと思ったら、出てきません。 やっぱり最後まで私が I'm a lawyer by myself, lawyer by myself.、えー、今回はまた未然にを切って100万以上のその、えー、その書書をあの全部つぎ込んでやってます100万以上ですね、えー、トランクケースに3個以上ですので、えー、あのすごいすごい金額です、ね、そして 一眠りすると説得されてたんで、もう内鍵を変えようと。あの、まさかそんなことまでするとは思いませんでしたが、やっぱり、あよいにせい、童話損保は、これは汚い、デビルズゲートなんですね、こいつらは。えー、まあ、これで、こいつらも来れると思います。お金が全部没収されますから。三井が没収するのか、いや、没収しませんね。<laughs> MS&AD 書だから。えー、最初、 MS&AD に投げとけば少しぐらい来るかなと思う出しません。こいつらは。クソですから。KDDI グループが、損、え、保、ー、ジャパンだとして、えー、三井のそのお金を全部受け取って交渉もし、そして私の所長を説得していった超本人です。本件は KDDI エボルバー、KDDI グループ、そしてあよい日生童話損保、鈴木久人、 高級会が犯人です、えー。イルマにあります。ちょうど真ん中だからでしょうね。イルマの空軍基地、えー、に近い、まあ、そこでお金を与えていた。だからイルマなんだ。イルマなんですよ。その真ん中にいて、えー、自分が中理保険ぶってやっていた、あよいに制度は損保、KDDI の犯罪です。中理費はまた屋台物を利用されているということです。 まだから、あなた方が、えー、損保ジャパンとして、機能してなかったから。うん。最初、まあ一番最初に、クズ直しおさこと、あいおいにせドアは損保に取られたんでしょ、お金を。うん。私に払えばよかったんだよ。バカみたいな小手先で、今度はうちが、なんてやってるから、あの、まぬけな山本が潰されたんだよ。まあ、今回も潰されます。あの、東京会場いらないから。山本は東京会場だと思う。うん。いらないから、本当に。 なんで、えー、あなた方、中立保険だけを助けてあげます。損保ジャパンに一本化します。あなた方は、私に払って、払って、払わないと求償できないんだよ。うん。理解してないだろう。う中国人でいけるだろう。いけるわけないだろうが、1580億で。うん。あの、偽物でお金を請求できるほど甘くないだろう、その金額は。1億や2億じゃないから。うん。 1580億だ。私が欲しいわけじゃないし、これは国単位の問題だから、あなた方が、えー、この国で、えー、やっていけるかどうかっていう、その死活問題になってるよ。うん。だからあなた方を助けます。なぜなら、あなた方と私は14年来の付き合いだ。私があの、メインブラックを出して、ああ、本物だ、彼女だ、ってわかる、分かったと思います。 あなた方と14年間私がずーっと YouTube で上げ,げてるもんそれから私がメールで出したもの。それからいろんなものをあなた方は知ってるはず。顔も知ってる。見てるから。トーマス・ジェームス・ホワイトはね。7回見に来てた。知ってるはずだよ。うん。どこ行ってもあなた方が一緒だったから <laughs> 知ってるはずだ。うん。だから最高裁行ったり来たりなんだよ。私がその、えー、警察士の消火材料になってた。 これであなた方が払うんです。払って私を解放することです。もう私は60です。えー、もう結婚もしませんし、子供も持ちません。持たないです。子供なんか絶対持たない。あの、その女や、その、あの、腐ったあの、えー、若い女たちが私の債権、えー、を取るということがあり得るから、だから絶対になりません。私はこのままずっと裁判進行だけやっていきます。 もちろんですが、誰かと一緒にくっつくことはないです。だから、私がキアノリーブスなんです。ええ。そして、バンバンバンと打ってるのは、相手は、愛用イニッセイドアソンポです。以上、本物のもぎ直子でした。